やあ、何かあったのかい？もともといかつい顔なのに、それじゃ迫力満点だ。ほら、怖がってるじゃないか。それはすまなかった。すぐに分かることだから伝えておこう。西本願寺からこれ以上新選組がここにいるのは困ると言ってきた。それはつまり我々にここから出ていけということですか？いや、さすがにそこまで直接的な物言いではなかったが。いつかはそうなるんじゃないかと思ってはいたがね。いやはや、しかし困ったね。それにしても急な話ですね。ま、ああ、ここで騒ぎを起こしては困るらしい。察するに長州か薩摩、そのあたりからも言われているのだろうな。そうではないさ。もともと無理難題を言ってここに押しかけたのは我々なんだからな。でもどうするのですか。屯所移転ともなるとまた候補地選びからやり直しになります。それがな、移転先の敷地も屯所も全部西本願寺が持ってくれるそうだ。おお、そりゃすごい。よっぽど出て行ってほしいのですな。まあ、ここは素直に受け取っておいた方がいいだろう。また忙しくなるぞ。風が冷たくなったからな。けどよ、今は昼だからまだマシな方だぜ。寒い夜の巡察がどれだけ辛いかというとな。ひょっとして寒いのか。なんなら手でもつないでやろうか。よう、つうかさの、なに巡察サボって白昼の大通りで口説いたりしてんだよ。バカ、お前と一緒にすんな。俺は寒そうだから純粋に好意でだな。そんなニヤニヤしてどうかしたか？そりゃ新八がいつも通りの抜けた面さらしてるからに決まってるだろう。確かにここんとこ世間もうちも大きく動きがあったよな。そうだな。じゃあまず伊藤派が分離して
新選組にどんな影響が出たかわかるか？半分正解。確かに人は減った。それも最近の幕府寄りな新選組に異を唱える尊王派の連中がごっそりとな。ってことはまあ残ったやつのほとんどは幕府優先の砂漠派ってことになるわけだ。ああ、こないだ近藤さんが直参になって俺たちも幕臣になることが決まったとき揉めたやつがいたこと覚えてねえか？俺らは立場とかって苦手だからな。まあな、幕府の家来になるために今まで戦ってきたわけじゃねえし。新八の小難しい話のせいで、ねえねえ、お前も飽きたら飽きたって言っていいんだぞ。佐野と違って偉いね。じゃあ続きでもするか。先々月に起きた明治天皇の即位と先月の大政奉還についてだな。そう、幕府を潰すことなく朝廷と一本化させようっていう土佐の坂本龍馬ってやつが主導した意見だ。ともあれ、この大政奉還で徳川は権力を失ったってことになる。名目上はだけどな。将軍はそのまんまだしな。なんか薩摩とかがいろいろ動いてるらしいが、急に世間が変わるわけでもないさ。一つ聞いていいか？今まで何だと思ってたんだ、俺のこと。その坂本龍馬だが暗殺されたらしい。マジかよ源さん、一体誰がやったのか話は出てるのか？坂本は敵が多いしな。倒幕派か砂漠派か。個人的な恨みなら紀州の三浦ってやつも揉めてたよな。実は僕らが一番疑われてるんじゃ。どうせ殺されんなら僕が切っておけばよかったな。おいおい、おめえのは冗談に聞こえねえよ。つうか俺らは手出すなって言われてただろうが。知っての通り政治的な判断もあるし、私たちは近藤さんから坂本龍馬に手を出さないよう加盟されている。だけど世間はそう見てくれないようだね。現場に新選組大使の鞘が落ちていたらしい。今取り調べの問い合わせが来ているよ。
どう考えても単なる言いがかりだろうよ。で、誰の鞘だって言ってるんだ。それがな、あんたなんだ、原田君。なんだ、佐野さんが切ったんだ。僕も呼んで欲しかったな。バカ言え。問題の俺の鞘はここにあるんだぜ。話にもならないな。私もみんなも最初から疑ってないよ。だが世間が信じてくれるかわからんのが困るな。先方も犯人を絞りきれないのだろうね。紀州藩の三浦九太郎が新選組に依頼して暗殺したって話もあったよ。新選組の仕業にしたい奴もいるだろうしな。つっても俺たちが知らない以上、新選組が手を下したわけねえよ。三男さんが勝手に動いたんだとしたら別ですけどね。